はい、どうもあれです。ちゃんまるさんがプリキュアになったら、俺がプリキュアになれたとしても人気出ないでしょ。男だからピュアゴリラ並みに人気出そうですよ。そこに愛はあるんかい。皆さんはプリキュアって知ってると思うんですけど、プリキュアの新作ガス情報に釣られたことはありますか？まあ、つまりですね、公式から画像の発表も出てないのに変なサイトでプリキュアの新作がこちらですって騙されることですね。それに釣られる人いるんだ。何のために公式があるんだよ。ってことで今回はプリキュアのガス情報が面白かったので見ていきたいと思います。じゃあまずはね、スターライトプリキュア、魔法使いプリキュアからバトンタッチするとネットで話題になった新しいプリキュアですね。スターライトプリキュアってさ、絶対アイカツのスターライト学園から撮っただろ。まあでもありそうだよね、スターライトプリキュアって。だってプリキュアって変なタイトル多いじゃん。ヒーリングとプリキュアとか、トロピカルフジプリキュアとかね。もう本当にそう思うと子供も覚えるの大変だよね。じゃあスターライトプリキュアはどんなプリキュアなんですかね。スターライトプリキュア、普通に騙されるだろこれ。次はプリキュアスターエイジ、宇宙を舞台にしたプリキュアで、ちょっとだけガンダムのキャラクターをモチーフにしたプリキュアらしいんですよ。やっぱそうだよね、なんとなく分かってた。タイトルがガンダムエイジみたいだからね。プリキュアスターエイジ、もうガンダムじゃねえか。で、プリキュアスターエイジはどうやら日野社長がガンダムに続きプリキュアもやるらしいぞと嘘ネタが流れたことで有名になったプリキュアらしいんですよね。日野社長全く関係ないのにこんなこと言われてかわいそうだよね。続きましては、スイートプリキュア。なんとスイートプリキュアの新キャラクターたちのガス情報がね、ネットで出回ってたらしいんですよ。新キャラクターだったら、多分ガスでも信じちゃうかもね。で、本当にその通りで、これ結構いろんな人が騙されてたらしいんですよ。まあ、騙される人が多いってことだから、よっぽどプリキュアみたいな感じなんだろうね。え、これプリキュアじゃないの？最後はね、デリシャスパーティープリキュア、2022年の新作のプリキュアですね。で、タイトルは発表されたんですけど、キャラクターの画像はまだ出てないのに、今ネット上で誰かが描いた新作のプリキュアのガス画像が出回ってるらしいんですよ。仕事早すぎでしょ。もうデリシャスパーティープリキュアのキャラクター画像を描いた人いるんだ。みんな信じちゃうから、それはやめとけよ。デリシャスパーティープリキュア、全く関係ないけど、こういう塗り絵ダイソーで見たことある。